プレーナンバー 4-30 岡山大学キックオフ、試合時間残り1分8秒。このキックはアウトオブバウンズ、オンサイドの裏を突き、強いキックでその裏をかこうとしましたが外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合高知大学は5ヤード下がってキックを蹴り直すか、出たところから5ヤード進んだところからの攻撃を取るか、35ヤードからの攻撃権を選ぶことができます。高知大学、外へ出た地点から5ヤード進んでのファーストダウンを選びました。オンサイド失敗、攻撃権は高知大学。